中日立浪監督辞任表明後に熱唱、最下位脱出立浪チルドレンの福永がサイクルリッチの大暴れ、決勝打の迂回残り試合全勝するつもりでとは一体どのようなことなのだろうか。中日が立浪和義監督の辞任表明後、これで2連勝、ヤクルトをかわして最下位を脱出した。7得点の打線を牽引したのは福永祐希内野手だ。今季限りで退任する立浪監督に素質を見出され、今季は103試合の出場で打率287をマークしていた福永、昨年はルッキーながら開幕スタメンに抜擢された時代の星が、成長した姿を見せた。今日の勝ちは大きい。今日勝ってヤクルト戦の対戦成績12勝11敗2分で勝ち越してきたこと。これで広島に続きヤクルトにもシーズン勝ち越し。また今日勝って現時点で最下位脱出。今日先発の福谷投手、2回に4失点で負け投手の効果と思ったけど、打線が奮起。5回5失点で勝ちは今までなら厳しかったけど打線がよく頑張った。福谷投手に勝ちがついて何よりです。清水、松山、マルティネスも連投でお疲れ様でした。マルティネスも危なかったけど勝ち切れてよかったです。あとは明日、4、5日の広島戦でとりあえずは連戦が終わるので、あともう1踏ん張り頑張ってほしい。立浪監督曰くチームで一番強い打球が打てるのは福永選手と言ってた。そして逆方向ライトにも打てるのが魅力的な選手である。福永選手は2度のドラフト指名漏れを経験し、26歳でドラフト7位で指名された経緯があり、即戦力と期待されもがないという気持ちで努力されたと思う。先は9月に成績が下降したが反省を踏まえ今季は9月になっても成績を維持しているのは素晴らしい。残り試合少ないがシーズン終了まで頑張ってください。昨日今日と、中日らしからぬ好ゲーム。初回の連打で満塁からも無得点にはならず、しっかり押し出しを選んで2球を打つ。追いつかれた後もしっかり追加点を取る。神宮ならではの乱打線でもあるけど、それができなかったここまでの打線。福永、村松、鵜飼も良かったが、南紀に安も良い働きをしているのも個人的に嬉しい。福谷も5失点ながら勝利投手に慣れてるし、笑い。ライデルも1失点して防御率は悪化してしまったけど、セーブはしっかりとついた。問題は先発不足ですかね。立浪政権3年間で高橋というすごい投手が出てきたのはいいけど、逆に言うと高橋しか育ってない。順調に育っていた小笠原も今年は良くないですし、チーム防御率4位はホーム球場を考えたら悪い方。与田監督時代に投手力を整備して立浪監督が野手を育てて黄金期という目論みだったのかもしれませんが、なかなかうまくはいかないもんですね。ヒロイン鵜飼か鵜飼推しなんだけど、今日は4安打とファインプレーの村松か逆転されずるずる負けそうな雰囲気払拭する同点ホームランの福永のどっちかと思った。とにかく今日もすごい試合だった。9回1打同点ホームランならさよならの場面で村上とかドキドキ勝ててよかったが、嫌で8000円だから行くの止めたが、今日行けばよかった。今季タイヤクルト勝ち越し、敵地での最終戦連勝よくできました。先月から5試合連続1点差ゲームと神宮戦熱すぎ、裏天王山とはヒヤヒヤながら面白すぎる。2回福谷が大炎上するかと思ったけど、5失点とはいえ打線がカバーしよく耐えた。神宮団、村松、福永、鵜飼よく打った。この一勝、勝ち越しは来季へとつながるはず。昨日の細川に続き今日ヒーローインタビューだった赤いも残り全部勝つと言った。最後にこの勢いで今季最長6連勝を超えでもしないかな。試合後レフトスタンドへ挨拶時、ヤクルトファンも立浪監督に手を振ってたね。良い最終戦でした。最下位争いの消化ゲームだけど、神宮のレフトスタンドのドラファンには頭が下がる。皆さんのせいは選手の心に届いてると思う。本当にありがとうと言いたいよ。スタンドのファンのためにも来季に向けて一つでも勝ってもらいたいね。来季福永をどの打順に据えるかがファンの楽しみだと思う。3番福永、4番石川、小細川がしっくりきそうだが、本当は1番がハマる気もする。福永を1番に据えれる打線なら得点力は爆上がりすると思う。突撃福永を叫びたい。福永調子が良いですね。今日は3番でしたが2番よりも4番の方が良いと思うんだがな。福谷は今日は良くなかったね。やっぱ先発投手の層が薄いよね。来年に向けて先発投手の整備と捕手の強化が急がれますね。スタメン見るとやっぱり左の強打者が欲しいかな。ドラフトは育成含めて投手中心で良いけど、ドラゴンズにいないタイプの左打者は1人くらい取ってほしい。それが無理なら新外国人に期待するしかないかな。現時点での監督立浪への評価は早計。立浪監督の評価が確定するのは5年ぐらい先になる。なぜなら立浪監督は任期中は若手育成というそんな役回りに徹した監督だからである。5年後に立浪監督が育てようと試合で使っていた若手選手たちやドラフトで指名した中地草勝田福田らがドラゴンズの主力選手となり、優勝を狙えるチームになっていればそれは立浪監督の功績だ。今の戦力は5年前以前の監督や編成の責任。
例えば2004年落合監督はいきなり優勝できたが、それは前任の山田星野漁師の勝てる戦力を整備してくれたのが大きい。2004年開幕スタメン井端荒木立浪福留アレックスリナレ水の上谷繁豪華すぎる。立浪監督のように力種をまいて育てる必要のない打線だ。2011年落合監督最終年の開幕スタメン荒木34歳井端36歳森野33歳和田39歳グスマンブランコ大島谷茂41歳。次の監督は大変だったろう。立浪監督の評価が確定するのは5年後だ。ヤクルトの猛追を振り切りでしょう。しかし相変わらず投手陣の不調は相変わらずだな。これだけ打っても接戦、勝ってもあまり喜べないな。投打が噛み合う試合はできないのか。これからも来季につながる試合を続けてほしい。打線は活発ですね。つながるかつながらないかでこんなにも結果が違うものかと思うよ。まあ最後ライデルはヒヤヒヤさせたけど、小田が盗塁失敗すると勝てるって噂は本当だったな。どうなんだろ。最下位の方がドラフト2位で2人分先に取れるから、ドラフト1位のこぼれを取れるから最下位でもいいと思ってるドラファンです。監督退任は確定してて、シーズン5位と6位って何か大きな差はあるのだろうか。仕組みが詳しくなくてすみません。3連覇の夢がまあやめることになり、来年へ光が出て選手のモチベーションが上がったのかもね。3連覇は惜しいが、来年こそ光を見たいし頑張ってほしい。石川に4番を経験させる割に先発投手はベテランだらけ。ベテランは個人的に推しなんですけど、若手使わないのかな。別に5イニング投げられなくても良いとは思うのですが、石川だけに甘すぎないですか。石川ファンに怒られそうですが、立浪監督はずっと若手を使ってきたじゃない。ベテランを放出して非難を浴びても若手を育てようとしてた。それをずっと批判し続けるマスコミとドラゴンズファンじゃない人の誹謗中傷。ドラゴンズファンは若手を使うことを容認してた人が多いと思う。たとえ負けてもマスコミは異常にドラゴンズ畑をしてるけど、何なの。立浪監督に干されていた福永がどうして立浪チルドレンになるのかがわからない。記者は2軍であれだけ結果を出し続けているのに、なぜ上げないファンも嘆いていた状態だったのを覚えてないのか。来年は5番まではこのメンバーで行くとして、6番から8番のメンバーを入れ替えていく形が理想かな。もちろん石川があの成績では困るんだけど、せめて細川と張れるようにならないとな。あと野球の質を上げないと。走塁を含めたケース打撃、今年もバラバラの下手くそな走塁ばかりで雑な野球でしたからね。福永を立浪チルドレン扱いか、シーズン序盤2軍でめちゃくちゃ打ってるのを干したり、1軍で結果出してたのに中田中島周平を優先して起用したのは誰だっけか。次期監督様、来季石川昂弥選手への過保護はないようにお願いいたします。力量に合わない立場に立たされているご本人も気の毒です。ここ3年では見たことがないレベルで打線が強い。今年序盤の好調期もそんなに大量得点してたわけじゃないし、この2戦は村松福永がエグすぎた。さっき選手が立浪辞めるから喜んで売ってるみたいな米に批判したら、米主削除してたよ、コメントに責任持てないならするなよ、ただの遠回しな誹謗中傷だろ。立浪の呪縛から解き放たれた。来季は伸び伸び野球ができる監督を望みます。新庄みたいな、今更勝っても何もないわ。土下争いで勝ってもタイトル取れる人だけ頑張ればいいよ。これで村松と福永は100安打いけるし、細川と岡林に続いて4人目、カリステも90安打超えてるし、この5人は来年もレギュラー確定ですね。またセカンドは田中で良いと。そうなるとキャッチャー以外ではもう一枠しかないので、この一枠を石川中心に争う形。カリステの内野も内野もできるので良い競争になりそう。そして問題は残るキャッチャー。宇佐美は打たれるから代打の1番手にしたいので、今はレギュラー不在。ここが今年の敗因。立浪監督は采配面では冴えなかったが、攻撃陣の若返りには成功したと思う。この力では細川、福永、岡林、村松、石川がチームの核となり、勝負強さ、チャンスでの打撃には課題があるが、打率などの数字としては大きく他球団に劣らないと思う。投手陣は壊したわけではなく、大野や小笠原、柳などの与田時代の主力が衰えかわからないが、大きく成績を下げたことが原因で、それを高橋宏と一人だけでは補いきれなかったというところだろう。リリーフは同等以上であり、大野、柳、小笠原のうち一人でも2桁勝てるくらい優秀なヘッドコーチ、作戦面でのがいれば違う結果だったかもしれない。村松はヤクルトに入団していれば青木の力化2世になっただろうと冗談も言いたくなる驚異的に神宮で打つ。バンテリンでのヤクルト戦は通常運転だから、ヤクルト投手陣に強いというより神宮に強い。今季の村松は春先から打撃開眼して4割近い打率を誇っていた。一時調子を落とし怪我もあったが、現在まだ規定打席に満ながら
極度打低シーズンの NPB にあって2割8分を超えた打率は十分すぎるほど立派だ。2年目コンビ福永との三遊間は来季のレギュラーの最有力になるだろう。退任の決まった立浪監督だが、岡林、細川、福永、村松と4人の若手野手をレギュラー格に育て上げたのは功績といえる。加え高橋宏と松山、清水も一流投手になった。来季以降への種は蒔いたとも思える。全ては若手選手のさらなる飛躍と新監督の手腕成果次第になるわけだが、ドラゴンズファンとして大いに期待したい。立浪さんは難しい役回りを分かってやってくれた。京田や阿部ちゃんに思い入れあったけど、今この2人がレギュラーなら30代になってる。そこを岡林、村松、福永、細川と20代がレギュラーになる若いチームになったのは功績。昇る渡も去年はスタメンで使い、三木屋もいるし種は蒔いてくれた。就任前の選手層とは変わってきた。リリーフは整った。いつか評価される時が来るよ。ミスタードラゴンズとしてはしんどい3年間やったやろうな。あと7試合頼みます。マルティネスの3年連続防御率0点台フィニッシュは不可能になりましたが、セーブはついたのでよしでしょう。栗林にもつきましたが依然として3差リード。しかしヤクルト打線は完全にマルティネスを攻略できる何かを掴んでますね。来シーズンにマルティネスがいるかは不透明ですが、仮にいた場合にはこちらも何か策を考える必要がありそう。打線は村松が4安打と固め打ち、神宮球場では驚異の6割超へとまさに無双。こちらは逆にヤクルト側が来シーズン以降は策を立ててくるでしょうね。さらに岡林や甲斐のタイムリーや福永の同点ツーランなど昨日に引き続き若手が大活躍。もちろんスタメンがほぼ若手なので必然的にはこうなるわけですが、連日の大量得点は素晴らしいですね。残り試合も引き続き勝てるように頑張ってください。そして今シーズンの悔しさをバネに、来シーズンは新監督の下で若手たちの逆襲に期待します。連夜の神宮での大荒れのゲームになったけれど打線が機能して連勝。ヤクルト戦カード勝ち越しも決めた村松のその球場での打率は非常に驚異的ですね。今日また4安打、それに加えて攻守でもチームを救ったその村松の活躍も良かったが、福永には2試合連続ホームラン、岡林勝ち越しだ、鵜飼にも2点タイムリーが出た。その鵜飼の一打が非常に効いたでしょう。先発福谷が9被安打5失点と決して内容は良くなかったけれど、大崩れせずに踏みとどまった。継投策に入ってから斎藤らのリリーフ陣の健闘も大きかったですね。最後はマルティネスがあわや土天の場面のピンチを招いたけど、1点差に追い上げられながらも何とかしのいだ立浪退任決定後、チームは0勝でとりあえず再開は脱出。残り試合わずかになったけど、来シーズン以降のためにも精一杯頑張ってください。打つ方も大分戦力も充実してきました。ただ中軸を担うバッターが福永、細川、石川に控えの鵜飼、ブライトも南に打ち、戦力補強が必要なら長打を狙える左バッターかな。まあ今年は投手中心のドラフトがいい。今日も打撃に守備に村松くん、ナイスプレーでした。そして福永くんもナイスバッティング。なんとか打ち勝ったけど、来年もこんな打ち勝つ試合を一つでも多く増やしてほしいです。福谷の4失点こんなもんでしょうね。全く三振取れないから打たせて取ると急でしたね。